日本政府は乗用車新車販売で電動車 100% を目指しており、電気自動車の需要はいよいよ高まりつつあるといえます。1回の充電で長距離を安心して移動したいニーズに応えるため、車載バッテリーの高容量化が進むと考えられています。バッテリーが高容量化すると、従来の充電器ではフル充電までに時間がかかる可能性があります。これからの時代にどのような充電器を住まいに設置しておけばよいのか、お悩みではないでしょうか。今回そんな皆様にご紹介する商品がパナソニックエルシーブヘキア S モード3です。ヘキア S は充電出力によって 3kW と 6kW の2タイプをご用意しています。ここではヘキア S の3つの特徴をご紹介します。コンパクトで使いやすい。ヘキア S は充電ケーブル付属のモード3タイプ普通充電器です。コンセントタイプ充電器の場合、充電するたびに車載ケーブルを持ち出す必要があります。まず電源プラグを充電用コンセントに挿し、充電用コネクタを車に挿して充電を行います。モード3タイプならケーブルを持ち出す必要がなく、毎日の充電作業が簡単楽々。充電器付属のケーブルでコネクタを車に挿せば充電を開始できます。エルシーブヘキア S は壁面取り付けのほか、ポールと組み合わせた設置ができます。住宅の壁と駐車スペースが離れていても設置可能です。高出力で電気自動車の充電時間を短縮。充電時の出力を高めた 6kW タイプは従来の約半分の時間でフル充電できます。アイセグ2連携で賢く充電。パナソニックのホーム IoT システムと連携するアイセグ連携タイプであれば、アイセグ2との連携で電気料金プランに合わせて充電を行う時間帯が設定できたり、充電完了のお知らせをスマートフォンで受け取ったりできます。最後にエルシーブヘキア S モード3 6kW タイプの施工上の注意点です。まず住宅分電盤には EV、PHEV 充電専用の分岐回路をご用意ください。また電力契約の見直しが必要な場合があります。一般的なコンセントタイプ充電器の場合、専用分岐回路は 200V 20A で施工されますが、エルシーブヘキア S 6kW タイプは 200V 40A の専用回路が必要なため、施工には8スクエアミリメートル以上の電源線をご使用ください。 EV 車のオーナー様にご満足いただける充電器、エルシーブヘキア S モード3をぜひお求めください。 Panasonic